大体ね年齢いくとねだんだん引き算するのもちろん大事なんですよ。あのなんていうか若い20代みたいな感じでこうこれもあれもってこうバーッとねバーベキューで言うと盛りすぎって言うんやけどね、いろんなものをてんこ盛りにしてねバーベキューしますよね。だから顔の上にものすごくこうあの盛りすぎるとちょっと下品になったりしやすいんですけども、だからって言ってだんだん年齢いくと守りに入っていくんですよ。これ心もそうですよ。なんかこう仕事でもなチャレンジ精神がだんだん減っていくんです。でもねこういう時にメイクで楽しむっていうのが大事で、新しい色を使ってみるとか、やってダメだったら取ったらいいわけです、メイクの場合ね。だからとにかくあの新しい色にチャレンジしたり塗り方にチャレンジしたりそういうことを覚えていくと、もう幅がものすごい広い。もうそれこそ40代でやる50代でやるとまだあと50年あるんやからね、いろんなものに、ね、チャレンジしてねやってもらえるかなと思いますよね、うん。